水色のマフラー陽介は力が弱かった陽介は走るのが遅かった陽介は算数が苦手だった陽介は何でも僕らの言う通りにしたそれでも陽介はいつも僕らと一緒にいた。 僕らのクラスに陽介が転校してきたのは夏休みが終わってからのことだった陽介とお母さんが暮らすアパートは僕とヤンチの帰り道にあったから僕らと陽介は一緒に帰るようになって一緒に遊ぶようになった陽介は僕のことを新一くんヤンチのことを安っくんと呼んだ初めは僕らも陽介のことを陽介くんと呼んでいたけど そのうちに陽介と呼ぶようになった陽介は力が弱かった陽介は走るのが遅かった陽介は算数が苦手だった僕らが嫌な役を押し付けても陽介はちょっと困ったような顔をしながら僕らの言う通りにしたそれでも陽介はいつも僕らと一緒にいた。 12月になったある日僕とヤンチはいつものように陽介が負けるまでじゃんけんをして陽介にランドセルを持たせて帰ってきた帰っていたあなたたち何やってるの振り返ると陽介のお母さんが立っていたいつもこうやって帰るの陽介はあなたたちのことを友達だって言ってるのよお母さんの声は震えていたもうしませんうつむいたまま僕らは自分のランドセルを持った 陽介がちょっと困ったような顔をして小さな声で「ごめん」と言った「僕らはさよなら」とだけ言って駆け出した次の朝僕らと陽介は挨拶をしたけどいつものように話すことができなかったそれから僕らと陽介は今までのように遊ばなくなった陽介のことが嫌いになったわけじゃないでもどうやって遊べばいいか分からなかったんだ 陽介はちょっと困ったような顔をして一人でいることが多くなったそしてそのまま冬休みになったクリスマスの日公民館でアニメの映画会があった僕とヤンチは陽介を探したけど陽介の姿はなかった陽介何してんだろうな近くまで行ってみようか僕らはジングルベルの流れる商店街を歩いた 商店街を抜けた時だ。あ、洋介だ。僕らはお参りをする洋介とお母さんを見つけた。何をお願いしてるんだろう。洋介がしっかりしますようにって言ってるんじゃないか。でもクリスマスにお参りってのも変だよな。洋介のマフラー、あれクリスマスプレゼントかな洋介は暖かそうな水色のマフラーをしていた。きっとそうだよ。 お母さんは編み物が上手なんだっていつか自慢してたじゃないかいつまでも動かない二人の様子に結局僕らは声をかけられなかった新しい年が明けた今年もよろしくお願いしますお誕生会をするから来てね陽介とお母さんからの年賀状が届いた三学期はまた一緒に遊ぼうねお誕生会には行くからね 僕は洋介の年賀状に大きな字で丁寧に書いた僕とヤンチは洋介にちゃんと謝ってまた一緒に遊ぶはずだったでも洋介は学校に来なかった洋介のお母さん入院してるんだってヤンチからそう聞いた時お母さんのベッドの脇でちょっと困ったような顔をしている洋介の姿が浮かんだ洋介はずっと学校に来なかった教室の中で洋介の席だけ ぽっかりと穴が開いたみたいだった下川降りた朝陽介のお母さんが亡くなった陽介が泣いていた10人ほどの親戚の中であの水色のマフラーを握りしめて陽介が泣いていた僕らにどんなことをされても泣かなかった陽介が一人で泣いていた 次の日もその次の日も陽介は学校に来なかったその代わりに僕らは陽介が遠くの親戚の家に行くことを聞かされた「いつですかやんちが訪ねたそれが今日なんだ突然決まったらしくてな今日の放課後親戚の人と学校に来たんだ昨日の放課後親戚の人と学校に来たんだ陽介くんがみんなにありがとうって言っていたぞ」 僕とやんちは学校が終わるとすぐに洋介のアパートへ走った降り始めた雪が頬に当たっては解けたアパートの前に少しの荷物を積んだトラックが止まっていた洋介、行っちゃうのかうんどうしてとも行くなとも言えなくて僕とやんちは黙ってしまった僕楽しかったよありがとう 陽介はそう言って頭を下げた僕らの後をついてきていつも嫌な役ばかり押し付けられてどうしてそれが楽しいんだよ僕の中で何かが弾けた楽しくなるのはこれからじゃないか「陽介今までごめんこれもらってくれ僕が持っていたゲームのカードを全部陽介のポケットに押し込んだこれも持っていってくれヤンチも大切にしていたカードを押し付けるように渡した」。 あのね、これ僕のお誕生会に来てもらって渡すはずだったんだけど、そう言いながら洋介は紙袋を二つ持ってくると、僕とヤンチに渡した。洋介、もういいか運転席のおじさんが声をかけた。洋介、僕たち友達だからな。離れていても、会えなくても、友達だからな。しんいちくん、しんちゃんでいいよ。俺もヤンチでいいから。しんちゃん、ヤンチ、ありがとう。 白い息を吐きながら僕らは三人で握手をした雪がやみ日が差してきた陽介を乗せたトラックが雪道に新しい跡を二本残しながら遠ざかっていったキラキラと輝く道に小さくなっていくトラックを僕とヤンチはいつまでも見送ったトラックが見えなくなってから 僕とヤンチは洋介からもらった紙袋を開けたあ僕らは息を呑んだ中には洋介と同じ水色のマフラーが入っていたうううヤンチが泣き出した僕も涙が溢れてきた洋介のお母さんは洋介と僕らが仲良くできるように病院のベッドでこのマフラーを編んでくれたんだ最後まで洋介のことを思いながらあのクリスマスの日 きっとお母さんは陽介のことを、陽介はお母さんのことをお願いしていたんだ。陽介と同じ水色のマフラーをぐるぐると巻いた僕とヤンチは泣きながら空を見上げた。マフラーと同じ水色の空に陽介とお母さんの顔がにじんで見えた。